西武が松井和夫監督48が26日のオリックス戦ベルーナドームを最後に休養に入ることがこの日分かった渡辺久信 GM58 が兼任で監督代行を務める球団も同日発表した松井監督は就任2年目だったが1年目の作期は5位 今季も開幕50試合は6勝4敗とまずまずだったが5月14日の日本ハム戦から24日のオリックス戦まで9年ぶりの8連敗を喫した2526日のオリックス戦に連勝したが球団が監督交代を決断した松井監督は球団を通じて厳しい戦いが続いている中変わらず声援を送り続けてくださるライオンズファンの皆様の声援に応えられず 大変申し訳な,く思っておりますなんとか巻き返しを図ろうと、コーチや選手たちと共に戦ってまいりましたが、指揮をシーズン途中で渡辺 GM に託すこととなりました。昨年からこのチームを率いて、選手たちの成長には手応えを感じていましたが、それを結果につなげることができなかったのは、指揮官である私の責任ですとコメントした。 渡辺 GM は8年から13年まで監督を務め、就任1年目はリーグ優勝日本一に輝いた。9年は4位、10年は2位、11年は3位、12年は2位、13年は2位で監督通算864試合で438勝395敗31分け、勝率5割2分6厘。交流戦初戦の28日の中日戦。 バンンテリンドームから指揮を執る松井一夫、松井一夫、1975年、昭50、10月23日、大阪府東大阪市生まれ、TL 学園では投手として甲子園に出場、93年ドラフト3位で西武入団、内野手に転向し、最多安打2度、盗塁を3度、98年 MVP。 02年トリプルスリー達成3年オフに FA でメッツ移籍6年途中にロッキーズへ移籍し7年ワールドシリーズ出場アストロズを経て11年に楽天入団15年に通算2000安打18年に西武復帰し同年引退2軍監督1軍ヘッドコーチを経て23年から1軍監督177センチ85キロ 右投げ両打ち。